大家好、こんにちは。台湾系旅行系 YouTuber 兼イラストレーターのコポちゃんと申します。今日は台湾入国に関してまた新しいニュースがありましたので、緊急に動画で取り上げてみたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。昨日は台湾のニュースで SNS がざわざわしていたので、ご存知の方も多いかもしれませんが、まずはご存知ない方のためにニュースの内容をご紹介していきたいと思います。まず9月5日にフォーカス台湾が伝えた、台湾米国など一部の国の国民を対象にノービザ入国再開へ、日本は含まれずというニュースです。台湾で新型コロナウイルス対応を担う中央感染症指揮センターの王必勝指揮官は5日の記者会見で、米国など一部の国地域の国民を対象に12日からノービザ措置を再開すると発表した。対象は米国のほか、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、欧州、中華民国と外交関係を有する各国、日本は含まれていないという内容です。ノービザ入国再開というのはとっても嬉しいニュースでしたが、日本が含まれていないということで落胆している方もたくさんいらっしゃいましたね。そして昨日そのニュースに反して、外交部領事事務局のホームページには、ビザなし入国が許可される国の一覧に日本の名前が上がっていたことが話題になりました。このことはネットですぐに拡散されました。私はニュースサイトに訂正記事が上がらなかったので、ちょっと半信半疑だったのですが、また一転して外交部領事事務局のホームページの外交部領事事務局のリストから日本が削除されることとなりました。この急展開に一喜一憂された方も多いのではないでしょうか。私はどちらかというと嬉しい気持ちの方が大きかったです。というのも、ビザなしリストの国の方は個人観光客も入国可能になるそうなんです。観光客入国に対してだいぶ緩和が進んだなと思いました。日本がリストに入っていない理由としては、日本がまだ外国人入国者全員にビザ提出を必要条件としていることが原因なのではと言われています。日本も入国規制を少しずつ緩和していますが、規制を厳しくしていた台湾に追い越される形になってしまいましたね。今後の展開は日本の緩和が鍵になってきそうですね。また台湾がノービザ入国解禁するといっても、3日間の隔離検疫と4日間の自主防疫、台湾入国時の PCR 検査は引き続き行うとのことです。3日間の隔離検疫と4日間の自主防疫と聞くと、3日間だけ隔離ホテルにいればいいのかなと思ってしまいがちなのですが、親戚や友人宅などに泊まる予定のない一般的な旅行客の場合は、8泊9日防疫ホテルに宿泊する必要があります。自主防疫といっても一般のホテルには宿泊できませんので、ご注意ください。防疫ホテルは日本の代理店で予約することもできるらしいのですが、私が調べたところ、8泊9日で十数万円から20万円前後といった価格帯でした。私からするとかなり高額になります。ビザなし入国が許可されても防疫措置がなくならないと、実際旅行に行くのは現実的ではないですね。また台湾入国に関するニュースがありましたら、このような形で緊急で動画を作りたいと思います。今日の動画はこの辺で、最後までご視聴くださいましてありがとうございます。ちょっとここでお知らせなのですが、この T シャツとバッグの受注が明日ピンコイというサイトの私のショップで開始になります。台湾旅行が解禁された時、ずっと台湾に行きたかった、台湾に来れて嬉しいと書いてある T シャツを着ていきたいという視聴者さんのお声をもとに作らせていただいたものになります。受注期間は9月19日まで、10月初旬のお届けになります。新作受注スタートに合わせて他の T シャツもセール価格で販売いたします。ぜひこの機会にご利用ください。このチャンネルでは台湾と旅の情報、旅行 Vlog などを発信しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。
サブチャンネルでは毎週土曜日夜9時から台湾と旅の雑談配信もしておりますので、よろしければ概要欄からチャンネル登録いただけましたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。